TA2024TA2020 トライパスはかつてカリフォルニア州に存在した半導体メーカーである。同時期に活動したノースカロライナ州の法人トリパス、イメージング・インク・モタンにトリパスと呼ばれていたことがあるが別の会社である。1995年設立。創立者のアジャ・エストラパティはインドのワーラーナ・シーの出身で1979年に 都米、IBM、ヒューレット・パッカード、ナショナル・セミコンダクターに勤めた後同社を設立した。1998年には DQ アンプの高効率を高音質と両立させたデジタルアンプを TQ と名付けて発表、コンプやテックスタイペイにも製品を出展した。以降、トライパスはこの種の製品の先駆者として採用事例を増やしていった。 1999年にはソニーと共同開発したデジタルアンプが同社のデスクトップパソコンバイオ PCV MX シリーズに採用されたほか2002年には E-MAC にも同社のデジタルアンプ TA2024 が採用されたパソコン以外ではシャープやサムスンのフラットテレビにも採用された2000年には IPO を行ったが 上場直後に一度は32ドルをつけた株価は11月には12ドルまで下げ、翌2001年秋には1ドル前後で取引されるようになった。2005年にはナスダックから上場廃止警告を受け、OTC ブリティンボードに移行した。2007年2月に連邦倒産法第11章の手続きを申請。2008年4月には、サスプロバイダのイーテローズ。 インクに逆さが合併で吸収された。一部の知的財産はシーラスロジックに売却された。ありがとうございます。